それでは最後に自由な攻撃に対しての制御例をお見せします。ランダムな攻撃に対して体術の身体構造、利合、内部感覚を生かして対応していきます。相手の攻撃の線を外し、瞬間瞬間の適切な間合いから相手を制御します。そして中心を捉えることを心がけます。